第問5。炭酸水素ナトリウムの熱分解実験からです、えー。こういうテストでは最品質の実験と言っていいでしょう。炭酸水素ナトリウムの分解実験、えー。必ず分かってない人は必ずよく確認しておいてください。えー、まず ①、丸一。 図11のように炭酸水素ナトリウムの加熱によって生じた気体の性質を調べるためには、試験管 B に集めた気体を用いるべきではない、この理由をこの書き出しで始めなさい。試験管 B は、試験管 A がこの炭酸水素ナトリウムを入れた試験管です。でその後試験管 B、試験管 C の順にこの気体を集めた、まあ。最初に試験管 B に気体を集めるということです。そうすると、まあ、この中に入っている気体が最初、多く出てきてしまいますね。そのことを書けばいいです。<laughs> まあ簡単に試験管 A の中のとこ書いてもいいですが、この、ここら辺の空気もね、まとめて言いたいので、それ言いたかったら、装置内のとすればいいでしょう。装置内の空気が多く含まれているからあ。もちろんね、主に試験管 A の中の空気なので、試験管 A にしても全然 OK です。

で丸番、この化学式になるように入れましょうという問題ですが、これ、下線部はアの変化から分かるとか、下線部イの変化から分かる、まあ、化学式を入れるのは当然ですね、ここに入るんでね、えー、まずこれ、石灰水が白く濁ったということから、ここのところ、アに入るのは CO2、二酸化炭素です。で、塩化コボル土脂が青色から赤色に変化した。塩化コボルトシは水の、 水が水であることを確認するための主役でした。えー、紙だね。どっちかというと青色がちょっと色が落ちて赤色になるような感じですよね。イ、e、ンに入るのは H2O です。で、またこの、あ、で、これが炭酸ナトリウムね。で、炭酸水素ナトリウムは炭酸ナトリウムと CO2 二酸化炭素と水に分解されます。で、このように一種類の物質が二種類以上の物質に分かれる変化一般になんて言われるか、化学変化の中で、化学変化の中で大きく分けて、 2種,類2種類以上のものが1種類に結合する化合と、1種類のものがいくつかに分かれる分解、こういうふうに分かれると考えていいでしょう、ここに入る言葉もも、B の答えも分解です。熱に加熱による分解なので、熱分解と答えてもかまいません。